雨。どうも、9月9日のショーコルでございます。台風が接近しておりますが、もうさ、雨がさ、ビシャービシャーって当たるんですよ。まあ、強くなった。音入るかな。そんなさなかですね、なんか9月に届いて、10月11月かな、なんか結婚式の招待状がすげえ来た。3枚も来た。なんでそう、みんな結婚していくんだろう。結婚がもうないわけじゃないですけどね、え、相手がいねっつんだよ。こんなね、雨の中ぼーっと車にいてさ、カメラとしか喋ってない僕は、結婚はまだ遠いね。全然募集してるんですけどね。土砂災害警戒情報出ましたよ、埼玉県。お気をつけください。っていうか、上がってる頃にはもう台風過ぎてるっちゅうにね。僕今日雨やからさ、何、ウィンドブレーカーじゃない、なんていうの、こういうの若干の防水が効くやつをね、着てるんですけどね、靴を間違えまして、痛い。すっごいバカなんですけど、見える、ニューバランスの996ね、996なんですけど、見ていただけると分かると思いますが、スウェードなんですよ。なぜにスウェード履いてきた、ダメでしょ。神奈川県土砂災害警戒情報追加されましたよ。さ、車も通ってないわけですよ。いる、こんな時に僕。しかもね、聞いてもらっていい、今日ね、休みだったの。それだけど出ないとってなってさ、家にいてもね、寝てただけなんでしょうけどね。こんな雨だと、こんな台風の日に折りたたみ傘を差している人がいる。普通の傘の方がいいのにね。僕は甘いコーヒーしか飲めません。普通のコーヒーを飲んでいるとなんか気持ち悪くなれへん。かといってね、シロップ系のものがあっても甘ったるいだけなんで、牛乳が好きみたいです。牛乳に相談だ、あったよね、そんな CM ね。台風の中お送りしてまいりましたが、まあ、また雨が強くなってきた。すいませんね、雨の雑音が入っているかもしれませんが、こういう時って学校ないのかな。だけど友達とも遊びに行けないぐらい雨が降ってて暇だな。ゲームもしたし、漫画も読んだし、勉強もしたし、ってなったらぜひ暑い時に撮ったね、静岡の旅っていう再生リストがチャンネルページにあるんで、そちらからどうぞご覧いただければとは思います。すごいな、うまく今宣伝に持っていけたな。小林くんと森谷くんを引き連れてね、静岡に行った動画がありますんで、そちらをご覧いただければとは思いますが、とりあえずは今日はこの辺です。また明日、ショーコルでした。あ、見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録してね。また次の動画で会いましょう。ってことです。すいませんでした。